学校の時にウォンカーワイの映画を見て映画監督を目指したんですけど、それで写真にも興味を持って撮り始めました。今日都有留意到大師的攝影是一個怎樣的 style， 他對角度啊、光線敏感的，即有一些地方的影子成日很漂亮、啊、他又會、叫你埋去影相，還有他也是很追求自然和很真實。幸福是每一天你一起床的时候，你知道那天你就可以去追求你的梦想，做自己喜欢做的事，我觉得这种是一种幸福。都会なんですけど、海もあるし山もあって緑がいっぱいあって楽しい。香港の人は優しい。初めて香港に来たんですけど、生活してる人たちを見ることができて、朝ごはんを食べたりして一緒に過ごしたりして、すごい幸せな気持ちになったので、すごい幸せな気分に、見た人も幸せな気分になる写真が撮れてるといいなって思いました。あ、でも結構こういう風に、あ、そのご飯食べる時にすごい大人数でみんな食べてて、日本はあんなにいっぱいの人でそんなに食べないから、なんかそういう日常ですごいたくさんの人とご飯食べたりするのはすごい幸せだな、そうだな。個個都可以開開心心、快快樂樂同家人一齊啦。聖誕節嘅話，同自己中意嘅人一齊就係最幸福。Merry Christmas。Merry Christmas。今度香港で初めての展覧会をするので、ぜひ見に来てください。トニー・レオンでした。